家の中でボクサーのように強くなるシリーズ、今日はパンチを受ける方法ウィービング編を新たに公開。パンチなんてさ、そうそう飛んでこないじゃん。飛んでくるんだよ危ない、最近は世の中は。そうなさ、一般生活におけるパンチが飛んでくる。はい、ここカットします。はい、じゃあ今日はウィービング、ウィービング、ウィービング、こういうやつね、こういうやつ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 。この間家の中でのと違うわけ。違う、家の中で、部屋の中でまず真ん中に立つ。違うって切れる、うん、そうで、こういうふうにね、構える、構えしました、うん、で、あの避けるのもね、もう私はよく、俺よく言うんだけど、動きをとにかく覚えるわけよ。動き、どういう体重の移動の動かし方をしてるのか、これを覚えて、それをまずゆっくり練習する。ああ、うん、全然あれだよね、ふざけた返事だよねこういう感じでね、こう立ってます。左足にまずこう体重乗るわけね、まず乗ります、うん、で、どうやって乗るかっていうと、エグザイル。よくわからん。あー、チューチュートレイ的な。そう、頭を簡単に言うとね、分かりやすく言うと U の字、アルファベットの U、うん、U やっちゃいないの、U で面白いこと、少しでも努力してるでしょ。そうそう、アルファベットの U じゃなくて U やっちゃいないの U だね、うん、ジャニーズの社長だよね、もっとね、もっとね。よし、こう左足に体重がこういう風に体重乗る。で、今度は右足に体重が乗る。で、ここで注意しなきゃいけないのは、うん、俺の場合は考えてるのは、うん、斜め前に左足に体重乗るっていうの、これ斜め前に進むんだよ、こうやって。横に真横に進んでないわけよ。あ、分かる。こう、なるほど。こっから後ろから、そう、前に斜め前、そう、ここが間違いやすいポイント。初心者の方は分からないから、要はこれが大事なの。こういうのを、今のは正解なわけ。そう、正解、正解、正解だ、正解だ、こう正解、こう今さ、じゃあ正解やって、正解、はい、これ正解、不正解やって、不正解できないんだよ、これ。こうたまにでもいるんだ、こういう人見るの。横っていう動画とか見るんだよ、たまに。初心者の人がさ、指にこう変なの、変なの、あ、横に、うん、こう、これがこう前にどうすんのよ、後ろに移動するんだよ、これ。この前にグッと伸びた感じね、うんうん、前、正面から見ちゃうと、これが横に移動し、真横に移動してるの見えるんだよ、今度、うん、だから勘違いするの、みんな。これがちゃんと前に体重移動して、後ろに体重移動してる、これを早くしろよ。で、最初はゆっくりと、U やっちゃいないの、U で、うん、U やっちゃいないよ、 U やっちゃいないよ、 U やっちゃいない、これはアドリブでこれ今やったけど、それ無駄に面白いYou やっちゃうの、ゆっくり You、 You やっちゃうのね。今度ゆっくりやりました、これを今度は You やっちゃうの、早くするわけ。あ、なるほどね、早くするわけ、見ていこう。 You やっちゃうのよ、 You やっちゃうのよ、 You やっちゃうの、言えてねえし長いな、文章かな、これ今分かった、できた、分かった。要は大きくまずゆっくり You やっちゃいなよ、 You やっちゃいなよ、 You やっちゃいなよ、ここまで大きくやりました。で、これね、やると分かる、こうすっげえ筋トレになるから、うん、そうなりますね、うん、ももとかいきそうだよね、筋トレになります。そしてこれ You やっちゃいなよ、今度は You やっちゃいなよ、 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 You これが You やっちゃいなよの法則今日だから乗ってるね、乗ってるよ、うん、これは家の中で、これも一条の、これ一条できんじゃん、一条ないよこれ、そうだ ね、家の中でさ、うん、で家の前の鏡とか見てさ、ガラスのさ窓とか見て、自分立って言うやっちゃうような法則、あなたもこれで強くなる。それでは言うやっちゃいなよでさよならしよう、せーの、言うやっちゃいなよ、言うやっちゃいなよ、言う